どうも、毎日ヨガチャンネルでございます。今日はちょっと、魚のポーズの、調整方法を、紹介、いたします。寿司です。魚のポーズは、まあ、主に胸を開く、ものになるんですけども、これは朝晩、毎日2回ぐらいやってもいい、ぜひとも、やっていただきたいポーズなんですけども、なかなかちょっと初心者の方には難易度が高いポーズになるので、今回は気軽にできる、調整方法を紹介します。そうですね、まず身近にあるものとして本を使っていただきたいんですけども、そうですね、本、まあ、これぐらいのサイズで、そうですね、やっぱ下の方はちょっと大きめの方がいいかもしれないんですけども、それで積み重ねた後にこういう感じになります。これを、30秒ぐらい、行っていただきたいです。調整を、本を使う場合は、必ずしも頭は、つかなくていいと思います。意識ポイントとしては、胸がちゃんと開けているかどうかを、意識して、本の高さを調整していきます。はい、お疲れ様です。